皆さんはこんばんは。最近、ウプ主の自転車がパンクして、タイヤ両輪とも変えたために、費用が 1.5 万円かかって、ブツブツ文句を言っている、ウプ主にこき使われている、マイクロワイヤレスです。今回は、10月23日に立川にある、国営昭和記念公園のライドの様子をご紹介いたします。国営昭和記念公園は、陸上自衛隊立川駐屯地の隣にあり、非常に広大な敷地内に、自転車専用道路がコースとして設置され、総延長は 14km あります。そのため安全に走行しやすい環境が整っていました。また、走行距離も長いため走りを楽しめます。自転車は、スポーツタイプ、ママチャリ、タンデムと公共施設の貸し出しとしては種類が豊富で、量も多いのが特徴です。なお、この日は平日なので人が少なくて非常に快適だったようです。では、早速ご覧ください。皆さん、おはようございます。今回は輪行ということで、このチャンネルの動画では初の、総武線の電車内から、お伝えします。総武線を使い、昭和記念公園最寄り駅の、西立川に向かいます。電車内からといっても、乗り鉄とかではないです。まあ、それをパクリつつ動画にしてますが、何か鉄の人の動画ではありえないアングルから、撮影していて一つ面白いものを発見しました。通常、鉄の人の場合、マスコンとか掲示板とか風景とかを映しますよね。さて、ここで問題。面白かったと思ったものは何でしょう？正解は、乗務員室の天井をご覧ください。そう、エアコンが入ってる。そしてエアコンが小さくて特殊。蛍光灯を両側に配置したための構造だけど、これは新鮮でした。言われてみれば確かに、乗務員室にもエアコンが入っているはずなんですけどね。そんなこと考えてなかったですね。ちなみに、この電車は総武線の E231系です。いつも思うのですが、E230 が真ん中に必ずありますが、他の車両と違って1世代古いというか、詰め込み専用のプレハブを彷彿とさせる貨車があるのが、他はまだ近代的だけど、なぜ1両だけそんなのが存在するのか未だに不明。E230 の一番の特徴は、朝の通勤時間帯は座席が座れないこと。10時になると自動的に座る部分が倒れて、座れるようになります。これがクソ仕様だと思います。ドアも6扉なので、詰め込み仕様にしていると思われます。これだけ話しても鉄ではないんだよね。これが、わらわら、そんな鉄が、見ているかわからない状況にもかかわらず、無駄に冷やかし、おっとそれはここまでだ。同じ風景なので、カット。ようやく秋葉原を抜けて、お茶の水まで来ました。ここで、中央線の快速に乗り換えです。快速の方が立川に早く着きます。電車が来たので乗りましょう。ちなみに輪行では、サイクリストは普通に電車の端っこに乗るというマナーがあります。少しでも乗り降りの邪魔をしないように、また空いている場所を確保し、自転車を置く場所を確保するためにも端っこを選んでいます。はい、西立川駅の改札を出ました。そして改札を出て曲がって橋の上はこんな光景。すごくだだっ広い。そう、ここは国営昭和記念公園の入り口の橋であった。決して、大ネズミの国の入り口ではない。幼稚園の集団がいました。今回はここで遠足なのでしょうか？ちなみに、この集団、後で再び会います。入場券を購入した後、入り口から入ろうとしたらなんと、入れないと言われた。なんだって？自転車持ってきたのに、と思った時期がありました。どうやら自転車専用の入り口があり、そこから入るみたいです。
程度をしています。やっと到着。ここで先ほど買った入場券を切ってもらい、ついに自転車専用道路へ。さて、この昭和記念公園、すごく走りやすいですね。本当にすごい。というかここまで整備されているのはさすがに東京都の公園です。そこまで期待は、してなかったのですけどね。ここからカット。さて、出発。この時ちょっと焦っていたので、序盤なのに飛ばします。ここからカット。目指す場所は実は全然違う方向ということがわかり、元来た道に向かいます。走っている時は気づきませんでしたが、庭園的なところを結構走り回れるので、景観的には飽きがこない作りになっています。まずは西立川サイクリングセンターに向かい、補給をします。補給が終わりました。この時期は秋ということもあり、コスモスが満開なので、それを見に行くため、群生地原っぱ西広場を目指します。園内で迷わないように、アスファルトに行く先の名称が書かれています。これはとても親切ですね。しかも日本語でわかりやすく、うまく配置されていますね。園内には最近日本でも導入されたラウンドサークルがありますね。これは円状に道路があり、その周りに道路がつながっています。通行するには円状を時計回りに回り、目的の道路に入る感じになります。おそらく日本でラウンドサークルが導入される以前からあるはずなので、ある意味一番進んでいるかもしれません。ここからカット。原っぱ西広場到着です。コスモス群生地です。違う種類のコスモスを植えた感じです。それと入り口で出会った幼児たちですね。体験学習の一環ですね。ダブルクリックローズボンボンというコスモスです。ベルサイユスペシャル。スペシャルがどこなのか不明ですね。ロードオレンジ、道端に咲くオレンジという感じでしょうか。サニーイエロー、太陽の光の色、黄色に見えなくもないですね。カップケーキ、ハッピーリング、マンダリン、サイケ、ルビナート、ドワーフセンセーション、チョコモカ、チョコレートの香りがしました。幼児たちにも大人気でした。隣では菊の展示もやっていたので見に行きました。綺麗でした。さて、コスモスも見終わったので昔の休暇を見に行きます。そんな中、とある場面に出くわしました。そう、何気に走っていた時です。このおばはんは一体何をしていたのか。それでは再度ご覧ください。なんだか変ですね。もう一度。
なんと東京都、と思われる、上級市民は、銀杏を拾っているではありませんか。さすがです。自転車でサイクリングをしている自分たちとは違います。先に行こうとしたら、少し小雨が降ったのでトンネル内にビバークしました。しばらく雨宿りしたら、ほぼやんだので休暇に向かいます。しました。ちょうど休暇に行く前にさらに大きいコスモス畑があったので合わせて見てみました。大きいですね。やはりコスモス畑はこれだけ広くないとね。この古民家は旧石池らしいです。東京都狛江市あたりにあった旗本松下陽の名主の家を再現したらしいです。秋に合わせて十三夜とか季節柄に合わせた展示をしていて、砂川五番組例祭は大きいお祭りみたいです。納屋みたいな建物では飾りに使うものや装飾品の展示をしていました。これらは作り方を教えてくれる体験教室もあるそうです。冷え、泡、もろこし、ほうきもろこし、きび、ごまと唐突に展示されていましたが、昔の人はこんなものを食べていたみたいですね。ちなみにここの名称は木漏れ日の里ですね。水筒とおかぼの違いってあるんですね。そもそもおかぼは見たことないですけどね。田植えと野生の鳥の絵の展示ですね。意外に種類が多かった。お花摘みと土地の実と病炭とホタルカゴですね。現物を見るのは初めてでした。先ほどのコスモス畑があったのでアングルを変えて上から撮影しました。大迫力をお楽しみください。さて、このままだと尺が長くなってしまいそうなので、この辺でパート1としたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が良いと思ったら、高評価を押してください。今後応援してくださるという方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。